あ、おばちゃんおはよう。おはようございます。すいません、うん、お願いします。老人クラブでね、うん、今にまた草取りがあると、うん、役員さんが変わったらね、今こういうもんばっか、うん、いいじゃん、あれば食べるでしょ。今役員さん変わってからね、去年からね、ペットボトルとね、これとさ、で、いつだったか、あのラーメン、あのラーメンって辛いのもあるだってね、向こうの人にだけ辛くて、これプラム食べてみ、甘い、洗ってないで洗いん、あの結構甘い金の草取りしとったらさ、おばさんちもここにおる言ったら、実家の母をあの週刊誌が読みたいだと、施設に入っとるだけだけど、んで今日行ってきて納豆ったでもらってきたであげる言って、甘いら。行ってくるね。甘酒飲むか。うん、大丈夫。じゃあそろそろお墓行く？うん、お墓へ連れてって。うん、トンネル登録お願いします。はい、美人になりました。はい、じゃあ買い物、じゃあ眉毛だけ描いてあげようか。虫のあのスプレーってさ、買ってきてくれたのや、うん、この間つけようかなと思ったら、どっかは外さんならんだね。出そうと思ったら犬かへんじゃん。家帰ったらまた見るわ。口紅はマスクはめるでやめといて、ね、取れちまう。あ、今日はゴミの袋を買ってくれる。金の3つ出した。あと醤油と味噌と片栗粉、ね、片栗粉が欲しくて、でお菓子をちょこっとさ、祖母と孫タンネル。はいはい、ありがとう。スプーンあるけどいる？ここ置いとく。ありがとう、うん、大丈夫？大丈夫。小さいお椀あるけどいる？そのままそのまま食べれる？みんなこればっかだね。そうだね、お寿司でもね、何でもね。
あんかけ風だね、うん、お肉の臭みとか大丈夫？食べれそう？ほんの少々匂うだね。ピーマンどこなの？ピーマンね、6本そんなにある見えた。お父さんがおらんで寂しいけど、ピーマンだけあんきに食べれるわいうと大笑いしちゃう。なりかけると、お父さんここにあんたピーマン植えてくれたけど、あやへんじゃん、どうしたのったら、邪魔だで植え替えたわって言うね。どこへ行ったら、ここにってかかっちゃっとった。自分嫌いだもん。コメント高評価お願いします。あ、美味しい美味しい。抹茶でした。ようね、暑いとね、お昼によう抹茶だと食べたの。今日抹茶飲むかやる、はいつって。この間と違うね。違う、何番目に美味しい？この間の時うまかった。 あれも美味しかった。あや、あんたの砂糖からなんかクレープいっぱい入れてあの甘いのが一番。あれうまかった。それもうまい。この間のシャーベットみたいなの変わっとった。すごいね、全部美味しいね。うちって言われるとうちとダメですよ。うちどれが一番って言われると、みんな美味しかったです。見れません。一番はおじいちゃんが作った抹茶かな、うん、あれ美味しいよ家もさ、中身が、うん、このバナあれがさ、上から見えるでしょ、緑で。お父さんの味差しにあるよって空だし、ね、空だしと味差しっていうより空だし、氷が入るんでね。ああ、美味しかった。水気は大好き。はい、喉が滑らかになりました。じゃあまたね。いつも天気を見ちゃ掘るだけど、うん、ヤニモに掘ったもんで、うん、よかった。いろいろありがとうございました、うん、じゃあまたね。申し訳ない、ありがとう、うん、はい、誰もなんだろうなと思っちゃった。うん、よかった。今から洗濯入れる。うん、じゃあね、うん、ありがとう、うん、はい。あっち行ったりこっち行ったりで、うん、美味しかった。あの、ま、抹茶のなんとかいうの、うん、また飲もうね、うんうん、あ、今から仏間をさ、うん、掃除してきた。手伝わなくていい？いい、いい、うん、分かった。あのちょこっとの時間でさ、うん、今日は花買いっていうのやめて明日の朝買いだけど、うん、部屋のさ、うん、縁側のマットのところでさ、掃除機直いところ、うん、じゃあまたね、うん、はい、気をつけていってよ、うん、分かった、はい、ありがとうございました、バイバイ。